勇ましく人と馬が駆け抜けます。その姿を見守る氏神様、たとえ姿は見えなくてもいつの世も人々を奮い立たせてきました。河内長野市小山田町にある住吉神社です。御祭神は神宮皇后。秋の馬掛けは神宮皇后凱旋の折、裸馬の競争を奉納したことに始まります。以来人々は長きにわたって馬の雄姿が見られる秋を心待ちにし、氏子は馬を奉納することに大きな喜びを感じてきました。この年も氏子たちが馬を連れ集まりました。宮入りは神様に向かって三度回ってから一礼し、清めのお祓いを受けるのが習わしです。馬掛けに先立ち神職が手にしているのは、神宮皇后が捧げ持ったとされる木製の矛。矛先を天に向けて見守ります。馬場はおよそ200メートルの参道です。扇を合図に馬掛けが始まりました。一番手は新馬、手綱を持ち人馬一体となって馬場を駆け抜けます。その他の馬も次々と馬場へ。住吉神社の馬掛け、氏神様と人々の祈りが秋の鎮守を駆け抜けます。